こんにちは、原町接骨院久松です。今回は姿勢改善には股関節が大事、腰割りストレッチをしようということでお話しいたします。股関節ね、股関節が硬いと、ね、まあ、腰が痛くなったりとか膝が痛くなったりっていうイメージがあると思うんですけども、実は股関節硬いと姿勢にも影響するんです。そして、そのためにも、姿勢を良くするためにも股関節を柔らかくするのが大事。今回はそのための方法をご紹介いたします。この動画をご覧になることにより、あなたは股関節を柔らかくするようにできるはずです。ではお話しいたします。そう、股関節を柔らかくするには先ほど言った腰割りというストレッチが大事なんです。股関節を柔らかくするね、開脚のストレッチをやったりとか以前もご紹介しました。そして最近ご紹介しましたテニスボールをね、この骨盤の横とかあと内ももに当ててゴロゴロ転がすという方法もご紹介しました。今回はですね、テニスボールがない時でもできる股関節で柔らかくする方法、それを、お話しいたします。ぜひぜひ、ゴロゴロになった今日からやるようにしてみてください。腰割れの方法です。初めてやる方とか股関節が硬い方というのは椅子に座った状態でやるといいです。まず椅子に腰掛けます。そして、姿勢なんですけども、基本的に姿勢を良くしなきゃならないってイメージがあるんですけど、この腰割りに関してだけは逆です。姿勢を悪くした状態、お腹を丸めた状態でやってください。イメージは、椅子に座って、あなたのおへそもしくはこの恥骨を見るような形です。覗き込むような形です。そうすると自然とお腹が丸まります。腰を反らしてやらないように、お腹を丸めるようにしてください。お腹を丸めた状態で膝の内側に手をつきます。そして肘は必ず伸ばしましょう。肘は伸ばします。そしてこの状態でどちらでもいいので肩を前に出します。まあ、この時反対側に肘は曲がってもいいですからね。最初の構えた状態では肘を前に、肘をしっかり伸ばした状態、そして肘を伸ばした状態でどちらかの肩を前に出す。そして、姿勢は悪くして、意識的に悪くしておへそを見る形です。これを10秒やります。終わったら反対も同じように肘を伸ばした状態で肩を前に出す。そして自分の、おへそから恥骨を覗くような形、これを10秒やります。しっかり伸びるとこの内ももの筋肉が伸びます。内ももの筋肉が伸びてれば合格です。絶対に頭を上げないように自分のおへそから恥骨を覗き込むような形でやりましょう。これを、左右10秒3セットやるようにしてみてください。股関節が柔らかい方もしくは先ほど椅子でやるのが慣れてきた場合は、今度は立った状態でやります。立った状態で足を開いて腰を落とします。そして姿勢なんですけども、先ほどと同じ背中が反らないように、もう背中を丸めて腰を丸める、自分のおへそとか恥骨を覗き込むような形になります。この状態でこの時つま先は外に向くようにしてくださいね。そして肘を伸ばします。で姿勢を悪くしてどちらかの肩を前に出します。これを10秒、終わったら反対も同じように10秒、必ず腰が反らないように意識してください。そしてうまく伸びてるとこの内ももにすごく伸びる感じがあります。これを10秒ずつ、左右3セットやるようにしてみてください。そして、これ1日何回やってもいいです。朝昼晩とやってもいいですし、もうあなたが気づいた時にやってみるといいです。大事なのはしっかり姿勢を意識すること、腰が反らないようにお腹を丸めてやるようにしてください。そして肘を曲げた状態でやると効果は減ります。必ず肘を伸ばしてやるようにしましょう。慣れてない方は肘が曲がって伸ばす時があるんですけど、これはあまり意味がないので、肘をピシッと伸ばした状態で肩を出すようにしてください。これ肘はすごく大事になりますので、ぜひ、肘曲がった状態でやらないようにしてくださいね。ぜひぜひ、慣れてきたらこの立った状態での腰割りをやってみることを
おすすめいたします。腰割れの体操ご紹介しました。ぜひね、股関節を柔らかくする意味で、もしくはあなたが腰痛や膝が痛かったりする場合もこの腰割れのストレッチ有効。また腰割れやることにより全身の血流も上がってきますので、適度な運動としての効果もありますので、自律神経の症状でお悩みのあなたにも有効です。ぜひ、この腰割りあなたの、セルフケアの中に取り入れてみてください。そしてこれをご覧のあなたが、それ以外でも自律神経の症状がすごくて困っている、どうにかしたいということでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が戻っていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合、または外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またはこのご時世移動して人に触られるってことに対して不安がある場合、自宅にいながらお体を改善できるオンライン遠隔整体というのを私やっております。私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日21時から22時の間スタートでご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画の復習とあなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、いらっしゃる方全員で合同でお体を整えるオンライン遠隔整体合同版までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。